割とそんなわけで、えっ、ー、と、水曜日にある兄さんから、灼熱順応ですとか言われて、あのー、一緒に走りませんかって言われて、で、なんかね、その水曜日の時は、えっ、ー、と、その兄さんが、ま、30分ぐらい走って帰ってきて、シャワーを浴びてると。で、シャワーを浴びて、シャワーを浴び終わって出てきて、その、仕事をするための服装に着替えようとしているところに僕が帰ってきたんですよ。汗だくになって。 帰ってきたらね、兄さんめっちゃ喜んでいて、その、なんていうのかな、僕のその行動力の高さっていうのかな、なんかをあの褒めていただいたというか、あのただ正直、なんだろうな、その、走りに行こうとしている姿を見て、僕はそれに乗っかろうと思ったので、行動力うんぬんっていう意味では、むしろその兄さんがその30何度のカンカン照りの時に走りに行こうっていう、うーん、のを見たからだと思うんですけどね。 まあ、あの僕がその研究室に着替えを持ってたっていうのもありますけれども、まあ、でもとにかくその兄さんのおかげでそういう走っていい汗かくってのもできたんで、むしろ感謝かなって思うんですけれども、で、えー、とシャワー浴びたりして着替えましたと。 で、そのシャワーを浴びる場所っていうのが中央島のある場所にあるんですけれども、それがまあ1階なんですよ。1階のある場所にあって、そこからまあ研究室に戻るわけですよ。で、ダイエットのために、あのー、エレベーター乗らないで階段を使うようにはしてるんですけれども、あのー、なんていうのかな、そのあんまりこう、シャワーを浴びたとはいえ、あんまり美しくはないので、なるべく早く部屋に帰れたわけよ。 なので、まあ、あのー、帰る時だけエレベーターに乗ろうと思って、まあ、その、20分とかね、走ってるんで、ま、あま、あ運動したやろと。だから階段登るのぐらい、ごめんと。誰に謝るかわかんないけど、ごめんと思って、エレベーターに乗って上がろうとしましたと。そしたらね、まず水曜日の段階でエレベーターに乗ろうとしたら、エレベーターのところ行ったら、まず姉さんがいたんですよ。あのー、 の副長姉ほんで、姉さんね、偉いもんで、僕がその時こういう格好してたんですね。そしたら、何の、なんていうのかな、驚くとか、軽蔑すると <laughs> 軽蔑走ないと思うけど、<laughs> 軽蔑するとか素振りなく、え、走ってきたのって言われて、うん、うん、って言って。 で、なんかね、あの、普通に、あの、何回だっけつって何とかかいこうやってピッって押してくれたんだよね。なんかね、それは僕としては嬉しかったというか、なんて言うんでしょうね。これ、この感覚わかんないと思うけど。で、なんでこれを言ったかっていうと、その翌日、木曜日の昼間走ったんですよ。で、木曜日の昼間走ったんだけど、走って帰ってきたらば、まあ、確かたまたま、たまたま、 三弦が始まるぐらいのタイミングで帰ってきちゃったのよあ。帰ってきて、そのシャワー浴びたの。浴びて出てきちゃったのよ。そしたら、これ、あのー、どう言えばいいかな。えー、っと、例えば僕の名前を、 名字2文字と、下の名前2文字とって、棚吉って言ったりする呼び方ってあんまあんないかもしれないけど、そういうふうに呼んでいる人が僕いるのね、あ,のある女性の先生でいらっしゃって、でその方が、まあ、うち同じ学部の中の人なんですけれども、その棚吉みたいな人があると、たまたまそのシャワー室の前の廊下ですれ違ったんですよ。で、その時僕はメガネをかけてなかったんですよ。帽子かぶって で、メガネなしで、下はなんか赤のね、あの、ヤモリの、<laughs> ヤモリの T シャツ、昨日の姉さんに見られた時同じシャツなんだけど違うやつね。その名前同じもん持ってるから。で、それで出てきて、あで、僕はその向こうが、あその棚吉と呼びそうな、僕はそういう呼び方をしてるある女性の先生が来たので、あ、どうもーかなんか言ったら、向こうは、えみたいな感じになって、つまり、まず、誰やねんと。 誰かわかんないけれども、自分がそういうふうに挨拶されたので、一応、なんか、反応しといたって感じだ。で、しばらく行ってから、あこんな格好でごめんなさーいって言ったら、向こうを振り返って、多分、声で分かったのかな。もしくは、メガネかけてないけど、ここひヒゲがあると、マスクしてるんだけど、ヒゲがありそうだったということなのかな。わかんないけど。で、その夜、たまたま用があったので、メール書いたんですよね。たまたまメール送って、 ほんで、その、なんていうのかな、あの、わから、分かっていなかったら、なんか申し訳ないので、その姿について謝ったんですよね。姿について謝った時の返事がどっかにあるんじゃないこれかあ、これか。 昨日は失礼しました。一瞬どうなったか分かりませんでした。メガネをか,らかけていらっしゃらなかったのと服装も違っていたので、<laughs> まあ、そりまそうだよ <laughs> の赤の T シャツに短パンっていう、その普段はね、あのまあ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 でもないけど、ワイシャツ血のパンみたいに着てるわけですからそ、それはびっくりするなと思ったけど、でもそれでちゃんとリアクションしてくれるのはこの,この人の、ね、いいとこなんですよ、うん。ありがたい話ですね。本じゃまた。